河野さんってツイッターやってますよね。ブロックされたという非常に悲しい思いをしている方がたくさんいらっしゃるわけなんですけど、なんでブロックするんですか？ツイッター上で誹謗中傷するような人は遠慮なくブロックさせていただいております。ブロックするのやめてもらっていいですか？大臣の立場でこれ発信をされていると思うし、それって日本国民が大臣がどういう考え方をしているのか知る機会だと思うんで。全く考えが違うと思います。見知らぬ人と道路ですれ違いざまに知らない人を罵るなんて人は多分いないと思いますけども、ネットの世界ではそれをやっていいということにはならないと思います。公人であろうが芸能人であろうが、そういう人に対してツイッター上で誹謗中傷していい、ネット上で誹謗中傷していいというようなことになれば、それはどんどん対象が広がっていって、それが原因で自ら命を絶ったような人もいらっしゃいます。誹謗中傷というものはネット上でも許されないということは、きちんとこれはむしろ公人がリーダーシップを取ってやらなきゃいかんというふうに思っております。それって主観的な問題ですよね。主観的にこの人は誹謗中傷だということでブロックしていくということだと思います。ある市長が河野さんにブロックされたということを嘆いてるんですけど、それは誹謗中傷をしたわけじゃないのにっておっしゃってました。ただその意見が相違したからブロックしてるっていうのが実態だと思います。本題なんですけど、河野さんは TikTok は使ってないんですか？おそらく TikTok の画像と思われるものが Twitter 上で流れていたりするものは見たことがあります。で、この TikTok に対して今世界的に規制をかけようという動きがあるんですね。特にアメリカの連邦通信委員会の方が言ってたと思うんですけど、TikTok が様々な情報を収集しているということが言われているわけですと。これ何が問題かというと、中国は国家情報法があって、組織や個人も国家の情報活動に協力しなければいけないというふうに定められているということがあるんですね。なんで TikTok とか中国資本の会社が集めた情報がそのまま中国共産党に利用される可能性があるといったことから、世界各国がこれを規制しようという動きに動いているということがあるんですけど、河野さんは今この TikTok の脅威についてどのような認識なのか教えてもらっていいですか？昨年末、各政府機関が例えば広報活動で利用する SNS ですとか、あるいはウェブの会議システムといったこのサービス、これが広がっていることを踏まえて、ニスクがリーダーシップを取って申し合わせを行っておりますので、それにのっとってやってきているところでございます。ニスクの人に来てもらってるんで、公用端末のインストールを禁止しているというような実態あるか聞いてみたいと思います。企業機密情報を取り扱う場合には TikTok をはじめとする SNS などの不特定多数向けの画一的な約款で利用可能となる外部サービスを利用することはできません。また広報など要機密情報を取り扱わない場合であっても、各省庁においてはさまざまなリスクを十分に踏まえ、必要な措置の助言を内閣官房に求めた上で利用の可否を判断しており、利用と認めたものの利用のみを許可をしているところでございます。こうした仕組みは特定の国企業の製品やサービスを排除するものではございませんけれども、リスクが高いと判断されたSNS アプリが利用されることがないことを担保するものであり、政府としてはこれらを適切に運用することによりサイバーセキュリティの確保に万全を尽くしてまいりたいと思っております。それは官房長官も会見で言ってたと思うんで、機密情報を取り扱う端末に関しては TikTok をはじめとする SNS など外部サービスを利用することはできないということになっているということで、あとは個別の判断でということですと、省庁の判断があって、それをリスクは情報提供をして各省庁が判断するということでいいですか？特定の国企業の製品やサービスを排除するものではございませんけれども、リスクが高いと判断された SNS アプリが利用されることがないことを、ちょっと早口すぎてよく分からなかったんですけど、これ TikTok に限らず中国資本のあらゆるソフトなどにおいてもこれ同じことが考えられるんですよね。なんで河野さんに聞きたいんですけど、行政の DX が対応してると思うんですけど、この中国系のソフトに対する規制、これについて意見聞かせてもらっていいですか？我が国の方針として、その特定の国あるいは特定の製品を名指し、対外的に名指ししないということでやってきております。ですからそこは、他の国のように名指しするところもあれば名指ししないというやり方もあるということなんだろうと思います。政府の情報システムにつきまして、これ、ニスクが中心となりまして、全省庁が、関与する申し合わせがありまして、開発・製造過程において、悪意がある機能が組み込まれる懸念があるもの、あるいはこのサプライチェーンの中でのリスクに関する懸念が払拭できないものについては、
調達をしないというようなことになっておりますので、そうしたことを厳格にやってまいりたいというふうに思っております。またこの対外的に名指しするかどうか、これはいろんなご議論があるんだろうと思います。そこは立法府でも活発にご議論をいただきたいと思います。一般職員の人も結構公私混同で携帯を使われたり、その携帯には TikTok が入っている、その TikTok から個人情報が追っかけられてしまうようなことをおっしゃってると思うんで、日本の情報漏洩に対する危機意識のお粗末さ加減から言って、もう手遅れなんじゃないかなと思います。もしよかったら登録しちゃってください。